クルバーン・ベキーエービチ・ベルディ・エフは、ソビエト連邦、アシガバート出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは、MF、DF。現役時代は、MF、DF としてプレー。ソ連リーグでの出場経験もある。現役引退後、サッカー指導者へ転身。徹底して、ハードワークと組織プレーを叩き込む、チーム作りを行っている。 カザフスタン、トルクメニスタンでの指導を経て、2001年8月に、ロシアのタタールスタン共和国のクラブ、FC ルビン火山の監督に就任。2002年シーズンに2部リーグ優勝を果たし、ロシアプレミアリーグに初昇格すると、翌年には、リーグ3位の成績を残しクラブの地位を固めていく。2008年、新戦力、セルゲイ・セマク、玉デニズカラデニズラの活躍もあり、 クラブをリーグ初優勝に導き、翌年にはリーグ連覇をはじめ国内3冠を達成した。2009から10シーズンの UEFA チャンピオンズリーグに初出場し、グループリーグでは FC バルセロナをカンプノーで激破し、インテルナチオナーレミラノを最後まで苦しめるなど大健闘した。最終的に3位に入り、UEFA ヨーロッパリーグ出場を果たしている。 2013年12月まで12年以上にわたり、ルビン火山を指揮。そのうち2014年4月から2012年末までは、クラブの副社長も兼務した。2014年12月18日、FC ロストフの監督として招聘される。ルビン火山時代に指導したクリスティアン・ロボアや、セサルナバスを引き抜き、2015から16シーズンには、リーグ2へ導いた。 2017から18シーズンにより、ハビ・グラシアの公認として、ルビン・カザンの監督に復帰。2018から19シーズン終了後、クラブが財政的に問題を抱えていたこともあり辞任することを表明した。ベルディエフは公式の場で、必ず数字を携帯している。ありがとうございます。